病院へ行こう。そうだ病院へ行こう。手遅れになるその前に。今朝も一人で夜明けの街を、健康づくりで走り回れば、また捕まった。職務質問、お名前を言えますか？もう一回。誰より元気と威張りたいけど、一人ぼっちのラジオ体操。離れ小島のロビンソン。ぽつりと一人でため息つけば、元気がないねと嫁が覗き込む。慌てて咳した、年寄り臭く。優しく背中をさすってくれたが、嫁の鼻歌いい旅立ち。そうか、そういうことなのか。そうだ病院へ行こう。やっぱ病院へ行こう。嫁より元気じゃまずいから。そうだ病院へ行こう。やっぱ病院へ行こう。どこかにあるはず悪いとこ。132番平金玉、金玉お薬できております。133番阿部玲玲様、4番へどうぞ。人の数だけ病気があって、病気にそれぞれ名前があって、病名ごとにグループできた。糖尿病の吉岡さんは、顔見ただけで血圧当てて、爪の色見て病気も当てる。上が182、下83だろ。待合室の一番人気、心臓病の高取さんは、臨死体験3度もしてる。お花がいっぱい咲いてましてね。75歳の大沢さんは、四十肩だと診断されて、若返ったと万歳してる。だから病院へ行こう。やっぱ病院へ行こう。素敵な仲間が待っている。だから病院へ行こう。やっぱ病院へ行こう。探せばあるはず悪いとこ。血糖、血圧、尿酸値、中性脂肪に体脂肪、ヘモグロビン、A1C にインスリン、眼圧、眼底、前立腺、コレステロール値、BMI、頻尿、膀胱、過活動、睡眠障害、CT スキャン、メタボ85センチ以内、ヘリコバクターピロリ菌。みんな病院へ行こう。やっぱ病院へ行こう。元気で集まれ、風邪ひくな。みんな病院へ行こう。そうだ病院へ行こう。京都に行く前に病院へ。たった一人で健康よりも、みんなで少し病気の方が、人に
優しくされるしできる。誠に残念ですが、この度はね、本当に残念です。生き返った。いや、よかった。もうよかった。第二の誕生日ですよ。ね、さあ歌いましょう。ハッピーバースデー。